陳栄馬は中華民国の作家。原名は陳久自然。筆名は元南村。代表作に陳栄馬小説集。1937年10月6日、日本統治時代の台湾新築州築南軍地区南外に生まれた。1944年、父親に連れられ台北市、うぐいす陳に引っ越す。 1957年に成功高中卒業後、阿波校へ専用語系に入学し、1961年に卒業を。卒業後は、高中の英語教員となった。その後、印刷会社、外資系企業、ファイザー製薬会社などに勤めたこともある。1959年9月、諸女作、メン,ンを発表。その後、次々と同志に、我の弟弟、安尾、 いえ、村教師、林悟樹、故郷などを発表した。マルクス主義など、左派的思想の持ち主であるため、1968年に、天伏反乱の権威で起訴された。法院は、陳エ馬に対し、無期懲役の判決を言い渡された。土城、平東、日滝島などに拘禁された。1975年釈放され、故郷に戻った。百七十七年、 陳里ナと結婚。1978年3月、夜行歌車を台湾文芸革新第5期に発表。1983年に中華人民共和国の作家の大安奥の正体に応じてアメリカアイオワ大学主催の国際作文計画に参加し彼と知り合った。1985年11月、彼は人間雑誌を創立する。 1988年、陳エマは中国統一連合を設立、中国統一連合の主席団担当所代主席となった。1996年、中国社会科学院が陳エマに栄誉高級研究院の称号を送った。2006年、陳エマは中国人民大学に客座教授の称号を授与された。これを機に北京に転居した。 同年末に中部し、北京の病院に入院した。2010年8月19日の中国作家協会第7回主席団第10回代表大会で中国作協第7回全国委員会名誉副主席に選出された。中国作家協会は中国共産党が直接指導する唯一の全国的な文学者の団体であり、これをもって名実ともに 人民中国の作家として認知されたことになる。2016年11月22日、中部のため北京市朝日区の朝日委員にて病死。去年79歳。1979年、第10回くれ濁流文学賞1979年、地方文学、推薦賞2003年、第2回仮総世界科文文学賞。ありがとうございます。